はい、お疲れ様でございます。実は始まってますよ。これ始まってます。今回 Team でね、こちらの商品を購入しましたので紹介していきたいなというふうに思います。はい、こちらなんですけどね、何する商品かっていうと、また氷を作る商品なんですけど、そうですね、こちらこのビニールは残しておきましょうか。大会用に残しておきます。でこれなんですけど、普通の氷じゃなくてね、これ氷のグラスが作れるんですよ。ここなんかくぼんでるじゃないですか。でここに水を入れてコポッと出すと氷のグラスが作れると。これシリコン素材でできてますね。それでは早速ね、これをちょっと一回汚いんでね、洗ってここに水を注いでいきたいなというふうに思います。はい、それではちょっと冷凍庫に入れますと。はい、それでは今日はね、こちらのザルそばを湯がいていきますね。あ、やべ、沸騰してない。ちょっと麺茹でてる間に器の準備しましょうか。これダイソーのね、これペタってつくんですよ。ちょっと浮かしましょうか。これこんな感じですかね。こちらをちょっと水で締めましょうか。ここに今回作ったこの氷ですね、これを、わかった、うわ結構出てこへんな。あ、来た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 、こうですね。そうです、これ、ね、器型になってるんですよ。でここにめんつゆを注ぎましょうか。あれは一個足折れた、足折れた、最悪や、熊の足折れた。あ、もうようわからんようになってきた。氷大きすぎかこれ。はい、こちら完成しました、ざるそばです。ちょっとインサートだけ取っときましょうか。うん、ちょっと氷邪魔やな。氷大きすぎやな。はい、それではいただいていきましょうか。あ、ちょっともう4本ぐらいでもう溢れますね。うわ、もう麺が暴れるわ。はい、それでは いただいていきましょうか。めっちゃ冷えてます。出汁がめっちゃ冷えてます。
ちょっとね、思ってた器のサイズと違ったんですよ。まあ、購入して届いた段階で気づいてたんですよ。この大きさ。ちょっと思ってたサイズと違いましたね。やばい、もう4本ずつしか食べれへん。もうちょっとね、大きい器も売ってるみたいです。あ、これサムネ用です。それではちょっとゆっくり食べていきましょうか。この器あかんかったわ。思ってたサイズと違うわ。あ、麺がめっちゃくっついて、うわ、めっちゃくっついてくるやん。まあ、そりゃそうなるわな。あ、わ、いらんことしたで、おい。あ、これこのまま入れたらいい。麺をこのまま入れて、このまま食べましょうか。何のくだりや、氷作るやついらんかった。今回ですね、こちらの氷作るやつ、これね、Teamで、この値段で購入することができました。また購入リンクの方ね、動画概要欄の方に記載しておきませんので、自力で探していただけると助かります。はい、今回以上で終わりましょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ。こっち来てください。なんかもうめっちゃ薄くなって、今日は暑かったから、ね、氷すぐ溶けますわ。こっちの熊の氷作るやつはいいですね。これは買いやと思います。